ここだけ賢者側が主人公の呪術廻戦に対するネットの反応を紹介します。原作のネタバレあり。やっぱり封印解除された宿儺強いな。初期から無双してたラスボスの五条をあっさり倒すのは引っ張っただけあるわ。ラスボス倒すの主人公の賢者じゃないんかい？五条ラスボスかと思ったらなんか全く知らない芸人来たけどこいつ強いの？五条が倒された今こそはっきり言うけどラスボスは虎杖だからね。五条はあくまでも敵サイド最強であって全ての元凶にして不幸の中心は虎杖。賢者が物語序盤から強いけど五条を避けるように動いてるって判明してからラスボス感すごかったししゃあない。私は過去に陸眼使いに二度負けたことがあるんだの衝撃はすごかったし。虎杖に関して派賢者さんがなんかしたらしいから元凶というには何とも言えない。賢者が呪力の最適化された世界を実現するために身をもった祝福の子が宿儺を閉じ込める呪いの子になったの悲しい。呪力に浸りすぎて呪物になっちゃったらしいし、せめて最後の救われると良いな。宿儺の檻ずるすぎだろ。ようやく封印された宿儺を助け出したと思ったら檻もパワーアップしたぞ。てか巻きのよくわからない覚醒とか、いきなり現れた意味不術式芸人とか相手側だけ都合良すぎだろこの漫画。賢者が知識で、宿儺が力でご都合を乗り越えるからええにゃん。賢者が頼りになりすぎる、さすが主人公だぜ。人類がブラックホールを発見した時に、これ術式で再現されたら勝ち目ないな、と考えて反重力機構なんて術式まで手に入れるのは容易周到すぎて少し引いたわ。街を破壊し尽くす孤独な陸眼使いを愛を背負った宿儺が倒す対比が美しい。五条も宿儺のおかげで愛を知れたらしいしな。この場合伏黒の立場は一体何だろうか？敵に奪われていた宿儺の大切な器？虎杖の魔の手に落ちていた宿儺が諦めない心で敵の大幹部の体を奪って帰還するファインプレイだぞ。賢者ってすごいよな。千年間自分の夢のためにコツコツ努力し続けて、陸眼に2回負けても諦めずにチャレンジして、友情、努力、勝利の典型的なジャンプ主人公だよな。基本的に主人公全員なメンタルタフネスだから、最初はちょっと引く時もあったけど慣れると笑いけてくる。展開が辛くてもメンタルタフネスだから読者も耐えられる。お辛い曇らせ展開が来る矢印賢者宿儺は圧倒的な精神力でそれをカバーしていた派鉄板ネタだけど何回でも笑える。宿儺と虎杖の顔が似てるのちょい不安なんだけど賢治なのか宿賢なのかはっきりしてほしい。まあ宿儺にはよろずがいるから結局そっちとくっつきそうだけどね少年漫画だし。俺がくっつくないのがいいんだよ花のと。実際宿儺とよろずは基本よろずが一方的だからこのまま追っかけててほしい俺。でも宿儺には裏埋めもいるからな。みんな平安人なんだし当時の価値観で側室とかのルートでもいいのよ。初登場時のマコラの衝撃すごかったよね都会のど真ん中であんな式神を自爆覚悟で召喚するとか伏黒ヤバすぎた。まさか宿儺と友情を育んで最後は五条からの攻撃をかばって消えるとは思わなかったわ。仲間の協力で一時的に虎杖の檻から脱出できたのに暴走するマコラを倒すためだけに全部の時間使っちゃったのもったいなかったな。でも結構前の時点で賢者との協力で虎杖に縛り作ってたって判明してほんとこいつらってなった。虎杖の洗脳能力ヤバくね。上層が裏切ったのマジで胸クソなんだけど。自分の弟を払った奴を弟と認識するとか尊厳破壊がすぎる。エソウとケチズの記憶が塗り替わってく演出ほんま気分悪かったわ。そこは上層の特性もうまいこと組み合わさった最悪のケースだからまあ実際虎杖の洗脳が強力なのは事実。賢者が組み上げてきた記憶が吹き飛ぶレベルの思い出映像付きを差し込めるのはやばい。カッシーも敵側についたかまあ賢者の手の内とはいえもともと宿儺と戦いたい勢でどう転ぶかわかんなかったけど味方について欲しかったなぁ。上後ファンの俺は今でも宿儺が上後の頭切ったこと忘れてないからな。気が立ってたのはわかるし呪霊は払わなきゃだけど一応復活手伝ってくれた奴の頭飛ばすな。よく言うよ、呪霊の分際で。主人公が未だに性別不明とかあり？というかメインキャラ性別不明多くない？趣味？虎杖をおじいちゃんが育てずお母さんが育ててたらどうなってたのか気になるな。おじいちゃんの遺言のせいで虎杖は歯車のようになったことが示唆されてるからな。これひょっとしておじいちゃんが黒幕？おじいちゃんが黒幕よりも賢者とのすれ違いと誤解がいくとこまで行っちゃったせいでこうなったとかの方が呪術っぽくて良いかも。賢者は、五条矢印獄門鏡、下等矢印乗っ取る、つくも矢印あらかじめ反重力持っとく。と惜しみなく特急に対しての対策を行ってるけど乙骨対策はしてるのかな。やっぱり乙骨は賢者と戦うのかな。賢者の苦戦が見られるのかもしれない。リカちゃん対策の呪霊ミサオ術なのかな。と愛する者を成仏させないと下道の乙骨を賢者は許さないだろうし何らかの対策は絶対持ってそう。
あれ成仏させたけどその外角使ってなんかしてる説もあるよね。どっちにしろ外道だけど。今更だけど主人公の術式がしたい乗っ取りはかなりロックだよな。ダークヒーローにしても倫理観が。でも、先に言った仲間の最後の意志と体を受け継いで戦うって考えると、王道じゃない？親友の五条にとどめを刺された下等の無念を晴らすの良いよね。ただ呪霊ミサオ術が初期に出てるせいで呪霊をポケモン的な存在だと勘違いしてしまってた。平安編の敵が強すぎて現代編がかなり弱めに感じる。強い敵も大体平安編の焼き直しだし。平安で健やかなバトルだった反面、現代は策略合戦だね。敵側も最近インフレすごいけど味方側が強すぎて戦力が分かりにくいのが難点だな。正直最初に仲間だった自然呪霊と真人が全員特級呪霊だったのは笑っちゃった。檻に囚われてるのに言うことはしっかり言う少な良いよね。今アニメやってるけど渋谷事変って今まで仲間だった花見、ダゴン、ジョウゴ、真人が一気に倒された上長宗に裏切られて、宿儺は敵か味方かわからないという面白かったけど当時はかなり絶望感やばかったと思う。無敵の五条は封印できたけど結局すぐに出てきたし、他に倒せた術師ってコッパばかりだったし。今まで仲間だった花見、ダゴン、ジョウゴ、真人が一気に倒された、嘘だろジョウゴがフレンドリファイアされてる。陸眼と無加減っていう攻撃が通りすらしない最強の五条悟を領域の技術力と魔甲羅との友情で突破したのほんと好き。ここまで少年漫画してる漫画も今時珍しい。虎杖がマジで悪質すぎるよ。洗脳に抗おうとして泣いちゃってるじゃん。主人公側はカラッとしてて友情努力勝利落ちでいってるのにどうして敵側はねっとりしたやつしか出てこないんだ。ここの草壁マジでファインプレイだったわ。でも乙骨に喧嘩売っちゃってスパイってバレてないか心配。でもこのシーン当初は緊張感すごくなかった？五条悟には賢者と裏埋めが組んでも手も足も出ないから最低でも宿儺と相打ちになってもらわないと積んでたわけだし、まあ次週にはいつも通りさすが賢者展開だったけど、異様のみでありながら努力で最強まで上り詰めた宿儺良いよね。友情、努力、勝利をここまで体現してる主人公もいないよね。素のパワーがすごいのに、技術力高くてクレバーなのもいいよね。膨大な出力でカバーしてるの本当好き。宿儺は術式が斬撃っていうシンプルなところも魅力だよね。基本技の斬撃と基本技術の結界術を徹底的に鍛え上げて最強になってるから努力の凄まじさが伺える。空手が得意でとにかく手数と奥の手が多いトリッキーな他賢者と差別化できてて相性いいよね。わかる。鍛えに鍛え抜いた基礎技が必殺技並みの威力を誇ってるようなロマンがあるよね。主人公キャラでそういうのはちょっと珍しい感じもする。敵側とはいえ高校生なのに悪の風格ありすぎじゃないか。伏黒、自覚ある悪が恵み、自覚ない悪が虎杖。友達作る能力無自覚っぽいのが怖すぎる。賢者も認める。覚醒組最強クラスの飛車が抵抗もできず認識をねじ曲げられて術式無効化されるのはさすがにありすぎだろ。虎杖は自分の記憶すらも改変の範疇説。渋谷で宿儺の術式使ってこんなに楽しそうにしてたのにすぐに宿儺の仕業だと誤解して乙骨と飛車もそう考えてる。つまり虎杖は無自覚な悪魔ことの可能性。無自覚の洗脳系の術式持ってるラスボスなんて何してくるかわかんねえから怖いわ。やっとこないだ無加減チート術式を友情パワーで攻略したっていうのに。これで宿儺が洗脳されたら笑うしかない。今回の動画いかがでしたでしょうか？高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。